はい。猿の惑星キングダムのネタバレをしたいと思いますえ。猿の惑星シリーズの全シリーズのネタバレを含みます。のでお気をつけくださいえ。特にね、猿の惑星、一番最初の猿の惑星ですね。見られてない方は絶対にこの動画を再生しないでください。と。 いうことでですね、えー。そういう方は貴重ですので、ぜひね、えー、見てくださいということです。ではですね、この、えー、猿の惑星キングダム、あまりね、期待してなかったんですが、しかもね、前編猿だらけですね。えー、そして、まあ、ちょっとね、この猿だらけっていうのが、この新しい直近の3シリーズですよね。猿だらけだったんですが、ちょっとね、猿をずっと見てるのは辛いなっていうのがあって、最近もね、えー、ゴジラ、コングですね。 こっちもえ新たな帝国でしたっけなんか似たような名前ですよね。えなんか、猿がね、画面を映しだと辛いんですよね、見てるのがね。えなんで、ちょっとね、2時間半ちょっとだるいなっていう感じでね、見に行ったんですけど、その題名がね、こう出てくるんですよね。キングダム、キングダムオブザプラネットオブザエイプスみたいなね <laughs>、ふざけてんのかっていうね、ロゴが出てきまして、もうそこでずっこけましたけれども、まあね、え中盤ぐらいからね、 面白くなって前半はね、まあこんなもんだろうなと、延々とこれ猿を見なきゃいけないのかなってね、げんなりしてたんですが、オラウンターのね、師匠が出てきてね、もうジャッキー・チェーンみたいなね、登場音楽が流れましたよ、少林寺みたいなね。で、師匠が出てきて、いろいろ教えてくれるわけですね。そっから面白くなりましたね。この前半のこのシーンがとても辛かった。アバターみたいなね、 イニシエーションで鳥の卵取りに行ったりとかね。何回見たい、見たんかいっていうね、感じがしましたし。まあそっからですよね。自分が留守中にね、村が襲われたりとか、もう何回見たんだこれは、みたいなね、定番ですよね。でそっからまあリベンジものっていうか、これあれでアポカリプスとかも同じ感じだったっけな。え、なんかね、アポカリプス穴に落ちてたんだっけな。なんかそんな感じですよね。 で、まあ、終盤ですね。やっぱりラストの話をした方がいいかな。ラストの話をね、先に体力が切れる前にしたいんですが、ラスト、ね、まさかのね、ちゃんと見せないっていうね、落ちを見せないっていうオシャレなね、演出で、もうこれは本当、今のご時世、今の世の中でで、これだけストレートにね、物を見せないで終わるっていうのは、多分なかなか大変だったと思うんですよね。 そしてみんな、なんだこれはっていうふうになるんじゃないのかなと思いますね。まあいろいろね、暗示はあったんで、その暗示を読み解けた人はこっちで、普通に見たらこっちでっていう分岐が2つになる可能性がありますね。 そしてまあ、ひねくれた人たちはこっちだろうな。猿の惑星をよく知ってる人たちはこっちに、のラストになるっていう、まあ、パターンが二つになるんじゃないのかなと思いますね。で、一つの一般パターンというんですかね。猿の惑星をふらっと見に来てしまったね、人たち。 あるいは、そんなにね、心がピアな方ですよね。劇中の中に出てきた、イーグル族の猿たちですね。まあその人たちはですね、多分、最後の通信がね、できたところで、まあどこだかわかんないけど、ニューヨークとかですね、そこら辺の外れから、イリノイ州でしたっけ、まあちょっとね、 アメリカはよく詳しくないんであれですけど、どっかの田舎ですよね、多分ね。えっ、ー、と、通信ができた。まだ田舎にですね、猿じゃなくて人間が傷んだ万歳みたいな感じの終わり方をしてるということですね。そういうふうに見えるのかなと思いますが、まあそれだとね、その劇中に出てきたいろんなものがね、意味がなくなってしまうなと思いますね。まあ一つはやっぱりね、望遠鏡ですよね。なんかバカでかい望遠鏡で、でまあこれで、 彼が何を見ていたのか、その瞳の中に映ってたかもしれないんですが、もうそれはもう一回ちゃんとね、もう一回見に行けば、その瞳の中に何が映っていたのかっていうのが見える。あるいはそれも隠してあるっていうのがわかるんですが、ちょっとね、油断してたなと思って。 んですよね、実はね、望遠鏡出てくるかなと思って、望遠鏡で地球を覗くっていうシーンは出てくるんじゃないのかな。そこでネタバレが発生するんじゃないかなと私は思ってまして。もともと猿の惑星っていうのは、第1話はですね、どっかの惑星に不時着したら、そこは猿が支配してた。そして物語が進んでいくうちに、実はそこは未来の地球だったっていう話でオチで終わるわけですよね。 なんで、サルの惑星プラネットって言ってるのに、実は地球だったっていうのが、まあこのタイトルからのオチなわけなんですよね。それに対して、もうこのサルの惑星見に来る人たちっていうのはみんなオチを知ってるんで、まあ地球の話だと思ってこう見に来るわけですね。そのプラネットオブザ・エイプスっていうふうにね。 え、言ってるのに、地球の話だと思ってこう見に来てるわけですね、みんなね。それは、第一作目のオチがあまりにも有名だから、っていうことですね。で、今回は、ラスト衝撃的って話も聞いてたんで、まあ、それを逆手にとって、実は地球だと思ってず,ずっと見ていた。な、最後は、地球じゃないどこか。例えば、私は火星かなと思ってたんですよね。イーロンがね、火星に行くとしてますよね。 でね、猿たちがマスクしてたんでもう笑ってしまいましたけれども、そういう意味ではない。そこまで露骨な冗談ではないと思うんですが、あ、これは火星かってマスクしてるし猿がっていうね。それはそうではないと思いますけれども、その望遠鏡で何かを覗いているというシーンがまた最後に出てくると。まあこれはまあコペニックス的展開である天動説と地動説ですね。それから異端神門これはだから猿の惑星の最初の話や、それから第3作目、 とか4作目とかですかね？2個異端審問が出てきたりすると思うんですけど、まあそれの象徴という意味でまあ望遠鏡を使ってると思うんです。けれども、やはりもう一つの意味は彼が何を見ていて驚いたのかっていうことだと思うんですね。日本というか地球だったらまあ月を見るわけですよねで。 題名が、ま、プラネットオブザエーザーはつくのかな。プラネットオブザエイプスならばですね、惑星を見てるというふうに見てもいいのかなと思うんですよね。まあ、あれだけ大きい望遠鏡で月見るっていうのはデカすぎるかなと思うんで、ね、もし地球だったらっていう意味でね。そうすると、ま、惑星かなと思うんですが、まあ、ここで彼がですね、そのサイロの中でですね、見たその教室、まあ、この教室のシーンも前のね、猿の惑星で出てきていると思うんですが、その 用系の模型がね吊るしてあってあったと思うんですが特に彼が興味を 思っていたのが、土星だったんですね。輪っかがあるやつですね。まあ、で、天体望遠鏡とかでね、見るのって、大体土星なんですよね。<laughs> それは分かりやすいからっていうね。土星の輪が見えるっていうことですよね。なんで、ま、土星の輪を肉眼で見るっていうのがね、まあ、一つの天体望遠鏡を買うときのこう、醍醐味ではあるんですが、まあ、月は見えすぎますからね。なんで、ま、土星見てたんじゃないかなっていうふりなのかなと思いますね。 で、私はね、その土星のシーンが出てくるまでは地球かなと思ったんですよね。地球を見ているのかなと思ったんですが、なんか土星に興味を持ってたんで、土星を見てるんじゃないかなと思うんですね。で、ぶっちゃけると、このキングダム・オブ・ザ・プラネット・オブ・ザ・エイプスの舞台は地球ではなくって、やはり火星か木星なんじゃないかなと思います。 で、まあ火星だとすると、地球よりは土星が近いですよね。で、私はまあ地球を見ていたのかなとね、思うんですが、見ていた方が流れ的にはスッキリするかなと思うんですが、まあ土星の可能性もあるかなと。 まあ、この辺がちょっとわからないんで、まあ、そのうちオチがわかるとは思うんですが、できたら地球じゃない方がいいかなっていう、まあ、願望もありますね。地球じゃないっていう前提でしますけど、まあ、地球であってもいいんですけど同じなんですが、まあ、結局は長距離通信なのか、衛星間通信っていうか、地球外通信なのかっていうね。で、やっぱパラボラアンテナを稼働する行動をあそこのサイドにね、取りに行ったと。 ハードディスクみたいな30年後もあんな形なのかちょっと300年後もあんな形なのかちょっとわかりませんが300年後の割にはちょっとなんかテクノロジーが現代最後のオチがね現代風すぎるんじゃないかなと思うんですが私が希望するのはあれは火星とかね木星とかにいてほしいなと思うんですよねなんで300年後の世界という風に言われてるんで人類が移住してですね 100年ぐらい文明を作ってですね、産業革命が1600年でしたっけからだとすると400年ぐらいでこの世界を作ったということを鑑みればですね移住して100年ぐらいでまあまあできるんじゃないかなとトンネルだってねできちゃうんじゃないかとでそれを100年経って風化させていくっていうのもまあ,ありえるんじゃないかなと思いますね。 で、結局は最後のオチ。だから最後のオチにね、まあ何でもくっつけられるわけなんですね、最終的にはね。で、そこでいかに意外性を出していくか。あるいは、あまりにも意外性があると、それはダサくっていうことになるんで、聴衆ですよね。が、理解できる程度のぶっ飛び加減っていうところが、一番最初の猿の惑星のオチとしては本当良かったんですよね。 ただあれを最初に見た人って果たして本当に分かったのかなって思いますね。あれが地球だっていうのは本当に見た時に分かったのかどうか。 うすうすね、地球じゃねえかこれはみたいな風に考えてたらやっぱ地球だったガーンみたいなのが映画、映画をよく見る人がそう思うのかもしれませんし、全く無垢にね、イーグル族のように映画を見ていて、最後、自由の女神が出てきて、俺なんで惑星に自由の女神があるんだろうみたいなね <laughs>、作ったのかな誰かみたいな、そういうね、イーグル族みたいな人もいるわけですよね。だからあれが地球だったんだっていうのは、もう それが常識になってるから、あれが地球の意味なんですっていう、重の女神がある言葉っていう、ことがまあ、誰も否定しないわけですけれども、今回もうまく作ってあるなと思って、その最初のサロンの惑星のその、モヤモヤ感みたいなのが、を出すにはどうすればいいのかっていうことで、そこは想像にお任せしますというか、多分ね、よく見ればわかるようにできてると思うんですよね。あの宇宙服の絵とかが出てきたような感じだったりとかね、するんで、あれが、 まあ地球だったったてオチになるのかな本当はねだけどできたら他の惑星だったっておっちの方が私は好きだなっていう、まあ、そういう、ね、願望ではあります。で,、ま、でその最初のアバターみたいなシーンとかそれからあれですねもういろんなところにオマージュがあってノバですね お前はノバだって。<laughs> お前はノバだなぜなら、こういう時はノバってつけなきゃいかんからだっていうね。もう完全にもうメタ的なセリフを言わせたりしたりですね。それから、まあ、文字のことをね、シンボルと言ったりとか、それから、あれですね、ノバこと、めいちゃんがですね、まあ、これもなんかジブリっぽいなと思ってずっと見てたんですが、めいちゃんが、そのお仲間をね、殺めてしまうところとか、それから、全然人を信用しない、猿をね、信用しない、 で銃を隠し持ってるところとかはなかなかここら辺の演技がねいいですよね。 で、ま、猿の偽りのシーザーがですね、ま、新興宗教っぽくて、統一協会ですよね。で、マザームーンな感じがすごい出てて、いいですよね。で、まあ、キングダムって言ったら、どのくらいでかいのかと思ったら、イリエぐらいしかないっていうね。だから、言ってるだけだろ、これっていうことですし、アイマックスの予告でね、キングダムっていうね、映画の予告をやってて、まあ、それでもちょっとね、予告編で顔のアップがずっと映るんですが、まあ、それでも大笑いしてしまって、なんかこう、ちょっと ゆる、ね、くな、ゆるい感じでこう、始まっちゃう感じがね、あったりとか、あのなんかシーザーマークみたいなね、シーザーのお家の窓のイメージですかね、シーザーマークをこう渡していったりとかして、で、最後メイちゃんにね、渡すのが結構意外だったんですけれども、メイちゃんがヒューマンあるいはエコーと呼ばれているんですが、これは明らかに違いがあるんだろうなと思います。メイちゃんはやっぱりエコーだと思うんですよね。 で、これエコー、なんでエコーって呼んでるのかっていうと多分ですね、クローンって呼ぶと一発でネタバラになっちゃうから、エコーってね、呼んでるんじゃないのかなと思います。で、ヒューマンっていうのは、まあ、最後に出てきた防護服を着てるね、方から先の人たちがヒューマンで、そしてメイちゃんはエコーで、まあ、これはヒューマンがですね、現地対応型クローンを作ったんじゃないのかな。まあ、風の谷のナウシカのことのナウシカ。 に当たるものじゃないのかなと。活動用にですね、現地対応クローンを培養したんじゃないかなと思いますね。なんで、まあ、エコーとヒューマンっていうのがいるんじゃないのかなと思います。で、あの女の人が防護服を着ていたのは、まあ、宇宙服なのかなと。テラフォーミング。だからまあ地球上だったらバイラスで、もしテラフォーミング中は、テラフォーミングでまだ人間に慣れてない 人間がマスクなしで生きられる状況ではないということであれば宇宙服ですよねな。なんだろうな。で、その先に行けばえみんな普通の格好で行けるけど、多分普通の人間は外には出れない。 それは、バイラスがあるか、あれですね。まあ、呼吸ができないかのどっちかだろうと思います。まあ、それに対応してるのが、人間のクローンであるエコーだと思いますね。なので、今度は続編がね、作られるとしたらですね、このエコーの物語になる、ネイちゃんの物語になるんじゃないのかなと思いますね。まだか直しかんですよね、結局ね。 で、まあ、ヒューマンが、だから、惑星か地球かでまた二つ分かれてしまうんですが、まあちょっと惑星説を取るとですね、地球に援軍を頼んでですね、で、またやってきてアバターみたいになっちゃうわけですね。アバターも多分テラフォーミングしようとしてましたから、続編はテラフォーミングになっちゃうんじゃないかな。そして、アバターは続編ではですね、マスクしてるのがアバター民の方でですね、 マスクなしで活動できるのが人間っていうふうになっちゃうんじゃないかなと思いますが、まあそれですよね。その逆をやってるわけですよね。なんで、ま属、あ、猿の惑星作るんだったら、オリジナルヒューマン。 ですね、まあガンダムでいうところの地球の人ですよね。でメイちゃんとかはそのサイドサイドセブンだっけなジオン軍っていうね話になるんじゃないかそんな感じになってエコーっていうのは人間でもないしでもないし、まあ、人間にプログラムされたクローンなので、まあ、任務に忠実であるということなのかな、まあ、レプリカントみたいな感じにもなると。 最初ね上に登る話で、まあ、これはバベルの塔かなと思ったんですがあんまり関係はなさそうな感じですよね。まあ、それよりは結局ノアの箱舟のお話で結局、まあ、最後洪水が起こったりとかそれからブリッジのところが猛声になってたりとかそれからまあ,あれですね猿の皮ひっぺがして X 字にしてるやつとかも初代の猿の惑星なんだろうなと。 いう感じでですよねで、まあ、ここでちょっとねやっぱこのサラの惑星むちゃくちゃ気になった。 のが、最初のイーグル族がいたところが、まあ多分エデンのその、なんだろうな、ということですよね。で、そこから補修されてですね、奴隷、奴隷ではない、なんか、ゴジラ対コングでも、ゴジラコングでもあったあの、なんか大きい輪っかを回すやつとかね <laughs>、やっぱりありましたよね。大笑いですけど。で、まあ一応奴隷ではないんだよ。だからこれはね、日本みたいなんですよね。逆らえないけど、だからといって、 ででももなななくて奴隷でもないんだけどなんか逆らえない雰囲気じゃないから働いてますみたいな感じがもう日本みたいな感じでねちょっとゾワゾワしましたよね。荒田とさんにねあの箱舟がついたようにですね最後まあ構図になってまあこれちょっと311のねまだ傷があって最近もまだあ いろいろありますから、やはり洪水シーンってはきついなと思うんですが、洪水が起きて、これはもうしょうがないですね。聖,聖書だから。だからまあ、サラの惑星、シリーズ通して、全、全シリーズ通してですけど、宗教色が濃くて、まあ、特に直近の3作は、まあ、宗教色がね、強くて、ちょっとね、違和感があったんですが、まあ、今回も多分に漏れずと。 まあ同じ人が作ってんのかななんか多分に漏れずということで、まあ結局洪水から逃れたノアの一族。まあノアの箱舟は確か二人だけですかね。あと動物ですけれども、まあだから動物扱いなんですよね。まあ猿ですけどね。そのイーグル族が洪水だけですね。洪水から逃れ、 で、また、約束の地、カナンとか、まあ、エデンのその感じですかね。まあ、カナンですよね。カンに戻って、そこで、細々と、アーミッシュのようにですね、えー、暮らしを続けるっていうね。まあ、アーミッシュですよね、あれはね。えー、なんで、ちょっとね、ここだけ見ると、もうなんか、ちょっと今のご時世のお話と重なってですね、それでいいのかという風に、ね、なりますよね。自分たちだけ助かるんだ。先民思想じゃないの、それはと。 他の猿はいいんですかと。自分たちの部族、トライブ、やつをなってたかな。トライブとは言ってなかったかな。なんか自分たちの部族だけ生き残って、それでよしと。そして、アーミッシュのように暮らしますと。いいんですかそれは、みたいなね、話で。まあ、それだけで、それが良かった良かったっていう話にはなってないんで、まあ、これは皮肉であろうとね、取りたいところですよね。 ただもう結構そうするとね、このイーグル族っていうのがまあアメリカですよね。アメリカがですね、こう鳥のようになっていて、鳥使いなんですよ。だからイスラエルはですね、アメリカをバックにこう従えていてるように、まあ最後も イスラエルが助けを呼ぶとですね、イーグル族が助けを呼ぶとイーグルことアメリカがですね、武力交渉してくれてですね、悪者をですね、谷底に突き落とすというシーンで終わってしまって、うわっとね、思いましたね。これはやっていいのか悪いのかっていうね、いくら皮肉とはいえね、これ皮肉じゃないんじゃないか説も結構あると思うんですよね。本当にやっちゃってんじゃないかなっていうね、気がします。その猿の惑星、直近3、 無策を見てるとね。なんで、実は本気でこれやってんじゃねえかっていうね、話もね、聞かれます。そして、まあその、穏やかではないわけですよね。もう他にも部族はいっぱいいるし、下手したら地球、下手したら地球からですね、人間が攻めてくるってアバター状態になっていて、そんなね、アーミスのように暮らしてるだけでは、ね、平和は保てないっていうのはもう分かってることですよね。なんで、まあこれからだからどうするのかなと。 サイドにあった戦車とかね、をまた使わなきゃいけないんじゃないかっていう気がね、しますよね。なんで、ちょっとね、あんまりいい気はしなかったですよね。いくらこれが皮肉ですよと。 これは皮肉なんで、こういうのがいいっていう風に描いてるわけではないですよっていう風になってると思うんですけど、それでも見ていてちょっとやりすぎなんじゃないのと露骨すぎませんかという風に、それからもうちょっとなんかこう宗教色がない方がいいんじゃないかなってね、思っちゃいますよね。キリスト教じゃない私から見ると。キリスト教の人とかユダヤ教の人が見たらどう思うのかな。俺たちのことじゃんってね、思っちゃうんじゃないかなと。 思いますよねえというわけですね。ラストの話とエコーの話ができたんで終わりにしたいんですが、一回復習すると、まずラストは地球なのか、それとも他の惑星なのか、私は惑星説を取りたいなと思います。その方が面白いんじゃないかな。 そうしないと、まあ、望遠鏡が出てきたりとか、それから教室でね、土星いじったりとか、それから宇宙服とかね、まあそこら辺がいらないんじゃないかなって思っちゃうんで、まあこれはちょっと地球じゃない説をね、取りたいなと。そして、なんでじゃあエコーと呼ばれていたのかっていうのは、えー、そのエコーは、まあヒューマンが作ったクローン、現地太陽型クローンなんじゃないかなと。 バイラス対応型、あるいは現地、環境対応型のクローン、つまりナウシカなんじゃないかなと。ちょっとナウシカっぽかったですもんね、最後ね。<laughs> というわけでね、多分気づいたことがいっぱい。 あると出てくると思うんで、またねえ、動画上げたいと思います。では。はい。付け足しです。まあ、あれですよね。名前がメイちゃんということでね。やっぱジブリっぽいですよね。そして、ノアがですね、もうラカですかね。ラカにですね、空から降ってきたなって、空から降ってきた猿か、みたいなね、ふうに笑われてましたが、まあ、普通だったらね、天使っていうことなんでしょうけど、あれですよね。日本人だと空から降ってくるものといえば、それはシータですよね。 ラピュタですよね <laughs>。なんで、ここもちょっとジブリっぽいなと思いましたね。あと、鉄器のね、え、コングがですね、最後ね、水に飲まれちゃうんですけれども、これは、これはターミネーター2 <laughs> ですよね <laughs>。いきなりターミネーター2来たと思って、ちょっとターミネーターっぽかったんですよね。なんか雰囲気がね。で、あのトンネルとかもね、トンネル見た時は、お、ちょっとターミネーターじゃんっていうね、感じがして。で、あれはターミネーターですよね、トンネル。 でね、それで、ターミネーター2のは工場のシーンみたいになっちゃって、で、本当に工場のシーンの、あの溶岩の中にね、消えていくというか、あれはまあでもシュワちゃんの方ですけど、<laughs> 消えていくというね、あのシーンもあって、手がちゃんと映っていて、本当にね、イエスマークで、こう、イエスマークじゃない、いいねマークでね、落ちたらどうしようかと思いましたけど、そして、最後の要塞みたいなところ、ね、のシーンはもうターミネーター3そっくり、 ですよね。なんで、意外とね、ターミネーター好きなんじゃないかな。この感覚、この観客は、観客じゃない。この監督はね、ターミネーターと、それからジブリ好きなんじゃないかなってね、思っちゃいました。この監督今度、ゼルダもやるみたいなんですよね。私、ゼルダ何もやったことないんで、あれなんですが、やっぱ見に行きたいかなと思います。